なのでその天皇だけどうせその日本の法律に縛られてないんだから一夫多妻にする制にすればいいと僕は思ってるんですけど、要はほら日本人じゃないじゃん天皇って、上皇もだけど、あの僕ら日本人なんですけど、でその日本の象徴天皇って言ってるんですけど、あいつら日本人じゃないんですよ。あと要は日本人って、あの日本人かどうかってパスポートを持っていて日本の国籍を持ってるかどうかなんですけど、残念ながら天皇家の人って日本の国籍とか日本の住民票を持ってないんですよ。だって名字ないんだもん。なので、要は、その、日本の代表ではありながら、実は日本人として、その、ルールに縛られてなくて、日本の法律に縛られてないんですよ。要は、概念的に日本人の代表っていうのがあって、法律上の日本人ではないんですよ。なので、日本人の法律に縛られる必要ないので、一夫一夫制も、その、要は日本の法律でだと、例えば一人の旦那さんがいて、あの、奥さん三人って多重婚っていうので違法なんですけど、要は日本の法律に縛られる必要ないので、天皇家って奥さん5人10人迎えてもいいんですよ。だって日本人じゃないんだから。例えばほら、あの中東のじゃあサウジアラビアの偉い人が来て奥さん10人いますって言っても別にどうでもいいじゃないですか、日本人じゃないから。なので、あ、そういうシステムの国でそういうルールでやってるんですねって話じゃないですか。なので天皇制自体も別に奥さん10人迎えてもいいんですよ、だって日本人じゃないんだから。っていうので、その奥さんを10人迎えて子供をいっぱい作った方が天皇制は維持できる可能性があると思うんですよね。要はその天皇制を維持したいっていう話をもしやるのであれば、やっぱり子供を、まあその男系を維持したいのであれば、その男性の天皇を維持したいのであれば子供をいっぱい作るしかないんですよ。でも子供をいっぱい作るためには残念ながら奥さんをいっぱい作らないと人類的にはかなり難しいんですよ。あのタージマハールにいたあのムムターさんっていうあの奥さんがいて、タージマハールってあのインドの割と有名な宮殿があるんですけど、であれってあのムムターさんっていう奥さんを祀るため の, あの お,、まあ、お寺というかその建物なんですけど、ムムターさんね確か13人かなんか子供産んだんですよね。要はその、まあ、相当旦那もひでえなと思うんだけど、なんかその10代のうちに結婚して、毎年毎年子供を産んで、13人かなんか産んで亡くなっちゃったんですけど、っていうぐらいの、その、要は、バカバカ産みますみたいな奥さんと、バカバカやりますみたいな旦那さんだったらいいと思うんですよ。でも天皇家の人も大体普通の人なので、その、やっぱり奥さん、その奥さんというかその皇后も、一人か二人しか産めないんですよ、子供。でもその男系で天皇制を維持しようとすると子供いっぱい必要なので、そうするとそのムムターさんみたいにあのバカバカ子供を産む奥さんにするか、奥さんをいっぱい並べるかっていう側室制度にするかっていう二択だと思うんですよね。あ、本当はあの言葉遣いすいません。あの見なかったことにしてください。あの不敬罪で、はい、すいません。そうですね、よかった僕日本にいなくて。戦略